名古屋市内にて、淡路花博駐車場にて、大阪空港にて、名鉄西部観光バスは、かつて、愛知県一宮市に所在した名鉄グループのバス会社。愛知県、岐阜県を営業区域とする貸切バスの運行と乗り合いバス事業では、名鉄バスから譲渡された路線を、愛知県稲沢市を中心に運行していた。名鉄グループの観光バス事業再編に伴い、 2008年7月1日に、名鉄岐阜観光を、存続会社として、名鉄西部観光バス、名鉄東部観光バス、名古屋観光備休の3社を、九州合併し、名鉄観光バスとなった。名鉄グループの貸切バス事業者であった、市宮観光自動車、瀬戸観光自動車、岐阜観光自動車の3社が合併して成立した。名鉄グループ内の観光バス会社が、 岡崎、豊田、市宮、岐阜などで設立される。その後、1999年から2003年にかけて、名鉄グループの観光バス7社が、名鉄西部観光バス、名鉄東部観光バス、名古屋観光ビキの3社に集約された。自社路線はすべて本社が運行を担当していた。2006年10月1日に名鉄バスから譲り受けした路線で、 トランパス、名鉄バスカード、特ト特クトクパスは譲り受け前と変わらず従来通り使用可能となっていた。名鉄バスから移管された中型車、小型車で運行。車体の名鉄バスの部分は名鉄西部観光バスに変えられ、名鉄西部観光バスのシンボル MS のマークが入っていた。またバス停の表記も変えられていた。 名鉄観光バスとなる2008年7月1日からは、太陽線と夜合線のみとなり、名鉄バス1のみや営業所へ移管された。現行路線、廃止路線、受託路線の運行は、すべて、瀬戸支社のみ受け持っていた。こちらの車両は、名鉄バスの中型車で運行され、車体の表記も、名鉄バスのままであった。バスカードなどの裏面には、メガバイト瀬戸と印字されていた。 2008年7月1日からは、名鉄バス名古屋営業所の運行に戻った。など、尾張瀬戸駅を中心とした名鉄バス路線を、受託していた。かつては新一宮駅からの、名古屋空港行き特急バスの受託も行っていたが、中部国際空港開港に伴い廃止された。大型貸切車106両、中型貸切車14両を保有していた。その他、 名鉄バスから移籍した中型路線車、小型路線車が在籍していた。ありがとうございます。